しょうか。地獄の軍団、我らを狙う黒い影、世界の平和を守るため、 Go! Go! Let's go! 輝くマシン。先日の働きは見事だったわ。お礼を言わなくちゃね。どうかな、ショッカーの一員となった感想は。最高です。これ以上の喜びはありません。結構だ。君には次の仕事にかかってもらいたい。我々の組織にマイナスになるかもしれない人間どもの排除だ。
そのためにすでに君の仲間が動き始めている。君にはそのサポートをしてもらいたい。できるよね？死ななければならない。何をしていたんだ。どういうつもりだ貴様。勝彦？
誰？お前を倒すのが俺の使命。何やってんだろう、私。あなたはこの前の。ねえ、何なの？あなたどうして私を助けてくれたの？ありがとう。教えて、あなたが誰なのか。マスクを取って素顔を見せて。俺はただ美しいものを守りたいだけだ。女、貴様の命はもらう。ショッカーを見た者は死あるのみだ。逃げろ。一文字隼人、貴様裏切るのか。
どういうつもりだ。本気か。大丈夫か。あなただったんだ。なぜ言ってくれなかったの。どうして私を助けてくれるの。黙っていた方がかっこいいだろ。違う。俺はただ報酬が欲しいだけだ。本郷猛を必ず倒す。その前払いとして緑か明日か俺にくれ。俺もバカじゃない。ショッカーから離れたら生きていけないことぐらい分かってる。それにしてもどうして本郷猛にはリジェクションが起こらないのかしら。改造人間として初めての成功例かもしれないね。でも裏切り者を許すことはできない。我がショッカーは誰にも知られることなく裏側から世界を操作する。そのためには優秀な改造人間が必要だ。さらに多くの改造人間を作ればいいじゃん。一文字隼人、君の要求を飲もう。本郷猛を抹殺せよ。そうすれば緑川明日香は君のものだ。すごいな、お前も。俺はただ彼女を守りたくて。あの女は俺が守る。そのためにもお前死ね。そうすりゃ明日香は俺のもんになるんだ。お前やっぱりショッカーだったのか。
なたは。どけアスカ、そいつは俺が倒す。俺たちのためにな。来い。なんで、どういうことなの。どういうつもりだアスカ、答えろ。なぜその男をかばう。ただ本当のことが知りたいから。どけ。リジェクションの間隔が短くなってきやがった。女にうつつを抜かし、お前は本郷武士を逃した。何。我がショッカーはお前も裏切り者との決定を下した。死ね。
死ねるか、惚れた女のために。バカなやつだ。とどめだ。知らなかったぜ、俺ってマジでいいやつだったんだな。そうだよ、だから言ったろ。そうだって俺の負けか。うまくやれよ。実験基地を作り、新たに改造被験者を集めなければならない。世界中の改造人間たちを集めた方がいいだろうね。まずは誰を拉致するか、私に任せて。きっと助けてくれると思ってた。Thank you.
Cheese.